本物のノアを俺が見せてるよ一発で終わるんですよ一発で唐突に試合の流れなんか関係ないんですよ物質的にも十分重いですただ心地いい重さです最高です と言いたいところなんですけれどもこの団体は日本で12位を争うんじゃなく1番なんだよっていうやるからにはそれを目指して皆さんやってるんじゃないんですかそれを有言実行するためにも今は持ち続けたいですよねこれは 参戦した当初からあの話していることででなぜまあもちろん疑問に思いますよねなぜ見てわかるじゃないですかうまい強い怖い昔ながらのプロレスラーの強さと今現代のプロレスラーのうまさと強さがあってそれを あの年齢でで体現してるんですよそりゃもうずっと見てるに決まってるでしょ技もそうだし目の動きだったり肩の動きだったりチェックしてます俺は戦ってみたいどういう感じになるのかどんな選手なのか見るのと やるののとじゃ全然違うのでタイトルマッチに関して言えば負けたいって願う選手なんか誰一人いないわけでそれ以上に中島克彦という選手が改めてどういう歴史を歩んできてそしてこれからどういう歴史を歩んでいくのかもしかしたらここが分岐点になるかもしれないし。 それは俺にとっても同じでもしかしたらそれはずっと見てきたからこそそういう言葉が出るのかなと僕は思いますああ増えてましたね気付いたら隣にいたっていうだけで何もねえ入りたいって 一緒にやりたいいいいっってやつらを拒む理由はないしし二人ともかっこいいでしょ自分の武器長所を武器にできると思った五人じゃないですか誰が見てもかっけえな入りてえなって思うようなこうなりたいなって思わせるようなそういうプロデュースができたら。 最高じゃないかなと思ってます。楽しみもそうですし、それ以上にあの。不安と緊張と。好奇心となんかいろんな思いがごちゃごちゃになってる感じです。ふてぶてしくやってるように見せてるだけで、はい、実際のところは毎日ですよ。まあだからなんだろうな。生きるための術ですよ。 今,今こうやっているっていうのも元がすごい強いわけでもないしあの何かに元からすごく何かが秀でてるっていうわけじゃないのでもともとない人間だからこそ考えて工夫してっていうのを誰よりもする必要はあるしそこで満足しちゃうもう今言った言葉も全部多分できないでしょうね。 うん、だから常に自分を不安にからせるじゃないですけど、うん、今のままで本当にいいのかっていう自問自答はよくしますよ一発で終わるんですよ一発で唐突に試合の流れなんか関係ないんですよ 見てれば分かりますよね他の選手じゃありえません中島克彦選手はじめまして私はあなたの歴史を学びそして体感しそしてより知りたいまたリングで会いましょう